おこんにちは。今回も万歳大家のチャンネルをご視聴ありがとうございます。月曜日から金曜日まで続々公開しているこの暇人チャンネル、今回も沖縄那覇の美味しいお店のご紹介です。3連続になったこのお店紹介シリーズ、お昼ご飯としていただいた那覇の有名ステーキハウス88ジュニアのマカビ店で、この値上げラッシュの中でもそのままのお値段で1000円ステーキをいただいてきました。お気に入りのポタージュスープやサラダを思う存分いただけるこの店、今回も良せばいいのに超ヘビーな、つまり超食べ過ぎな遅いお昼ご飯になってしまったのでした。住まいからそう離れていない場所にあるのを見つけたこの店、ちょくちょく通って食べ過ぎな好ましくない食生活になってしまうのではないかと少し心配になってしまいました。沖縄の有名ステーキハウス88ジュニアの美味しく楽しい1000円ステーキ、そのお腹が反応しそうな様子をご覧ください。はい、到着しました。住まいから歩いて10分弱、ここが一番近いね、88ジュニアのステーキハウスです。マガヒ店っていうのはなんかね、最近ね新しいお店何店か出してるみたいでね、松山のお店でしかいただいたことないんですが、今日はここでいただいちゃいます。スープ、サラダ、おかわり自由。ジュニアステーキちょっと値上がりしたみたいだな。これこれ値上がりしてない、これすごい。はい、毎度のことながら盛りすぎております。サラダ、これが好きなね、コーンスープ、これやみつき、なんで牛スープっていうのかな、これがお肉来る前の食べ放題メニューです。いただきます。ステーキ以前いただいた時は 200g だったような気がするんだけど、 180g で量が減ってますよね、多分ね。あ、値上げラッシュですからね。いや、ごちそうさまでございました。今5時5分前、まだまだ明るいね、外はね、日差しも強いです。空がすごく青いですよね。お腹いっぱいで歩いてます。あ、真ん前に住まいのマンションが見えますね。場所的にそういうとこなんですね。でもそこでドーンと谷になっちゃって、でまた遡っていかなきゃならないですね。ここはね、マカビ東でございます。
にゃんごちゃん、にゃんごちゃん、ビアカーテンのにゃんごちゃん、バス猫ちゃん、にゃんごちゃん、雨だから家帰れないからここにいるんだよ。